門川ドワンゴドワンゴニワンゴニワンゴ本社所在地ともなっていたニコニコ本社株式会社ニワンゴはかつて存在した東京都中央区に本社を置き動画コミュニティサイトの運営などを手掛けていた企業である現在はドワンゴに吸収合併されニワンゴが手掛けていた事業もドワンゴが引き継いでいる2005年11月14日携帯電話のメール等を利用した隠しコンテンツや 様々な情報を提供するサービスの企画、制作及び、供給業務を目的として株式会社ドワンゴ、有限会社未来検索ブラジル、株式会社セルの出資により、株式会社にワンゴを設立。取締役管理人としてにチャンネル創設者で、有限会社未来検索ブラジルの取締役でもある、西村博之を迎える。2011年3月に、本社を、 東京都中央区から東京都渋谷区神宮前1の15の2に移転。2014年5月に本社を東京都渋谷区から東京都中央区に移転。2014年10月に株式会社ドワンゴが株式会社ドワンゴコンテンツを吸収合併し、翌11月には残りの株式を有限会社未来検索ブラジルから取得したため株式会社ドワンゴの完全公会社となった。 2015年8月31日付の官報にて、株式会社ドワンゴが合併広告を掲載、同年10月1日に株式会社ドワンゴが、株式会社にワンゴを吸収合併することを発表した。これにより、株式会社にワンゴは解散し、ニコニコ事業及び携帯電話向けコンテンツ、配信サービス事業は株式会社ドワンゴが継承した。社名の由来は、 ドアンゴ広報部によると、サービスの一部イメージから取っている。代表の杉本誠治によると、2ワンゴは、メールサービスの名称であり、その由来は、西村博之の2から取ったという。社名決定はニコニコ動画の名称決定に、先立っており、ニコニコ動画の2や、2チャンネルの2ではない。2007年1月16日開始のニコニコ動画から、ニコニコ動画、 銀座まで海へ。動画共有サービスであるニコニコ動画をパソコン及び携帯電話、スマートフォン向けに提供している。また、ニコニコ動画の関連サービスとして、ニコニコ漫画、ニコニコ声画、ニコニコ春画、ニコニュースがある。2007年3月6日にニコニコ動画と同時に開始された動画投稿サイト。2010年10月29日、ニコニコ動画へ投稿された。 2006年1月16日に開始された無料メールポータルサービス。携帯電話端末で2番後のメールアドレスに知りたい情報や言葉をメールで送ると返信メールで答えてくれるサービスだった。創業当初の主要サービスであったが2015年2月28日をもって終了した。他2009年3月から2013年2月にかけて音楽配信サイト、 M 階247の運営を受託していた。ありがとうございます。